あれ？もう着いた。グリモア、だよな。よかった！夢だと思った！スペインで目が覚めたらどうしようかと。いや、やっぱり思い出したくない。忘れたい。もういい。スペインに行ってる間、ネトゲもソシャゲもできなかったんだ。その分をきっちり取り返すまで引きこもるからな、僕は。ないってて。そんなにすぐは治んないか。まだ霧自体はいくらか残ってるから、霧過敏症は続くみたいだ。ま、少しずつ少なくなっていくだろうし、我慢するよ。何せ、富士の病じゃなくなったもんな。もういいことしかないわけだから。頭痛とかなくなったらどうしようかな。基本は引きこもりがいいけどな。ゲームのイベントとか、親友とかもっと行ってみたいもんな。なんか夢が膨らむぞ。オフ会もまた行ってみる？わかってるって。まだ魔物は残ってるし、退治もするんだろ？それも踏まえた上で言ってるの。だって、いつになるかはまだわかんないけど、魔物のいない世界が来るんだからさ、はしゃぎたいじゃん？はぁ、やっぱり自分の部屋は落ち着くなぁ。慣れないベッドで体がギシギシいってるし、その前はテントだったし、元気になるまでゴロゴロするぞ。あ、待てよ、待てってば、出ていかなくていいよ。ゴロゴロするとは言ったけど、寝るとは言ってないだろ。お前だって疲れてるし、しばらくはクエストもないさ。こんな大仕事をやったんだ。休んだって誰も文句言わないよ。だからゲーム。ほらほら、ここ座れ。1ヶ月ぶりくらいだぞ、やるの。なんかさ、びっくりするくらい前と同じだな。なんか僕、クエスト発令の連絡が来ても驚かない自信があるぞ。相変わらずすぎて進展ないな。いや、だってエンディングだぞ。僕らにはそりゃ先の人生があるさ。でもゲームだったらここで終わり。ラスボス倒したんだからな。だったらこう、なんかけじめ的な。別に何かしろってわけじゃないけどさ、もやもやするけど。やっぱいいや。僕、お前と一緒にダラダラゲームできたらいいや。明日から毎日来いよ。積みゲー溜まってんだからな。死ぬまでやるぞ！死ぬまで！